二歩氏は、日本の氏族の一つ。本姓は平氏。自童として、関東から須王国吉時期、軍二歩層に下校した官務平氏三浦氏主流の二歩、月目から始まる一族である。平子月目は、源頼朝の家臣で、平氏滅亡後に、須王国吉時期、軍内、二歩一氏の所領を得て、天宮八年に二歩僧、久氏と宮津の児童職に任じられ、 ス王国に下校して土着した。鎌倉時代末期、五代後醍醐天皇による鎌倉幕府追悼で、二星は鎌倉幕府方に味方し、所領を失う。南北朝の騒乱では、足利高氏に一貫して従い、その所領を回復した。この二星は後に、ス王国、長戸国を中心に活動した守護大名を大内氏に仕え、その悲観として活動。 大内氏の滅亡後はついで、巣王国を支配した毛利氏に仕えた。二星の菩提寺である、源の久氏寺には、木造の平子茂恵座像があり、重要文化財に指定されている。平成3年に大英博物館で開催された、鎌倉彫刻展にも出品、展示された。内は、名前の読み。家系は、無記載の場合は、先代の息子、その他。 弟、養子等の場合は右に示してある。平子茂爪三浦氏、平子氏の出身。平子重四平子重貞平子重近平子和有平子、和次平子氏重、平子重るよ、平子正し重よの弟。平子重房二歩修羅より修羅房の弟。二歩二回生。二歩和号、重房、重よりの弟。二歩二回生。二歩聖号意味縄。 森重とも、大内市当主、大内森美より変化を賜う。娘に、東広志望室がいる。二本広志優、大内のり正宏の家臣。和佐助を称する。秋国崎最上大官家。応人の乱の最中に、最上衆を率いて、大内武春と共に東軍に願える。大内のりより変化を賜う。二本氏の前世を築く。ひ保護教。 大内正弘、義岡家臣。長王丸、太郎、不善守護大、左婚証言を称する。文明二年三月に父、広志優から領地を譲り受ける。文明十八年、大内軌道丸が表情三名剣上具に参拝した時の随因。大内義岡が足利義材の六角聖伐に参陣した時に、これに従う。明王年間には、 九州での戦いで活躍する。文紀元年うるう六月に、武善国中津軍屈尾崎の合戦で戦死した。守るの字はいとこにあたる東広守るの返記を受けた、ものか。二歩京宗、大内義雄家臣、長三鶴丸、太郎、久外将遊、義雄上落に従い、船岡山合戦にも参加した、大内義雄より返記を賜う。 二穂長光丸京宗の長子、創世、二穂おきさ京宗の弟、大内義興より変紀を賜う。二穂高兼、二穂高氏兄弟は孫にあたる。仁康興捧ぐ京宗の次子、長光丸の弟、長寿丸、太郎、宮内正雄、大内義興より変紀を賜う。二穂高あ二代、重氏の甥、吉田茂京を祖とする吉田氏の出身。 吉田教授、大内吉高より変化を賜う。二歩元宗から、ジップは、吉川元春。後、毛利政に福祉元氏と改名。三浦元忠救命、神田元忠。毛利氏に福祉元氏から、二歩の加盟を継承し、その後二歩氏の旧姓、三浦に福す。三浦元政元忠の辞定、または、セラミまさか守るのことされる。 三浦虎帽子も戸たの養子、創生。三浦元美から、元生の子。以下は、三浦、平子、二星略系図。投手は、ボールドタイトし、投手上付き数字は大数を示す。ありがとうございます。